こんにちは、速稼塾の久保です。今日も花屋龍馬シリーズ神道神道これ言ってみましょうか。そうですね、私の心情としては、難しいことからやってみるっていうのは、私がビジネスを始めた時に一番最初に心がけていることなんですよ。例えばね、セールスをしなければならない時に、速稼塾とかでもそうなんですけども、4つぐらいの段階があると思うんですよ。まずはなんかランチ会っていうのがありますよね。ランチ会で500円でどっかのファミレスに集まりましょうみたいなやつ、ランチ会で、ランチ会っていうのは割とハードルが低いんで結構集まったりするんですよね。で、集まんなくても一人でランチ食べてないんで、外すってことがなかなかないんですよ。で、次の段階っていうのがオフ会ですね。オフ会とかで集まりましょうみたいな感じで会場を設定して、自分の問題について話し合いましょうとか、そこでなんかね、モノポリみたいな経済ゲームしたりとかっていうのがあると思います。これが2つ目の段階。3つ目の段階は勉強会しましょう。テーマはこれです。これについて関心のある方、問題解決の練習をしましょうって感じで、勉強会っていうのがあると思いますよね。で、費用は会場費持ち寄りで1000円ずつぐらいかなっていうところですね。で、最後に、セミナーっていうのがあります。セミナーには販売を含むセミナーです。高額商品の販売ですよね。で、セミナーっていうのはいきなり多分多くの方はトライするのがちょっと気が引けると思うんですよ。この4つの段階、ランチ会、オフ会、勉強会、セミナーがあるとして、あなたはどれから手をつけますかっていう質問で、私はランチ会ぐらいですかねみたいなことを最初は答えてたんですよ。でもそれは不正解でした。正解はまず一番自分が難しいと思うところからやるんだと、高額商品のセミナーからやりなさいっていうのが回答でしたよね。っていうのがね、ランチ会をやって、そして、様子を見てオフ会、オフ会の様子を見て勉強会、勉強会で人が集まりそうで買ってくれる人の目星がついたなと思ってセミナー、じゃあもうね、暑い時期が過ぎてしまうって言うんですよ。だからまさにね、ブルーハーツの河本ひろとさんと同じで、うまくやるなるまで待ってたらおじいちゃんになっちゃうよみたいな感じで、まず一番難しいと思えることをやってみるんですよ。そうするとそれまでの段階でのすっ飛ばすことができるんですよね。で、もっと言うとね、本当にね、ランチ会から始めちゃうとランチ会が居心地がいいんで、ランチ会をずっと繰り返すことになっちゃうんですよ。で、ランチ会ですら人が集まらなくなってきたら、ああダメかってなるんですけども、結局ね、高額商品の販売会であろうとランチ会であろうと集客ってことは一緒なんですよ。ですので、最終的にビジネスをして何か物を売りたいって時に、そんなに躊躇していたら売る時期っていうのは逃しちゃうんですよね。で、もっと言ったらね、ランチ会の人がついに物を売るようになったかっていう悪い先入観もついちゃうんですよ。ですので、私は年末に1回だけ速稼塾のセールス動画を作るんですけども、この動画は必ずセールスが含まれてますと、お金を払いたくない人は絶対に見ないでくださいっていう注意書きをサムネイルでするんですよ。なのにたくさんの方が見る、そして買わない人も多いというね、このありさまなんですよ。ただやっぱり心して見てくださって、普段から私の動画に何かを感じる人っていうのはやっぱりね、速稼塾に入ってくださるんですよ。で、それが転じてセールスをしてない時でも365日大抵毎日誰かがお問い合わせをくださって、大抵誰かが速稼塾を一人は買ってくれるんですよね。そういうふうな1年でした。で、ここで何が言いたいかっていうと、クリスマスセールをしますよとか、年末年始に販売しますよっていうふうに、問題を先送りするようではまだまだかなと思うんですよ。っていうのが、今売ればいいんですよどうやって売るかって言ったら、今もうセールスかけといて、商品の提供は12月25日ですとかね、商品サービスが展開できるのは1月1日ですっていう風にしておいて、先行予約で値引き価格ってやつです。まさにメンバーシップ料金ですよね。花よりもさん、やっぱりさすがですね。限られたところでは先行販売で、予約販売ですか、ちょっと安く提供しますよと、一般販売はちょっと高いですよって形です。実は私ね、今回 FX の基礎講座っていうのを今やってる途中なんですけども、コンテンツは全てセットしてあるんですよ。ですのでメールマガジンで自動配信されるんですけども、この教材を作るのっていうのは、この教材が欲しいっていう人が40人を上回った時だったんですよ。価格は最初にお伝えしました。価格は1個35万です。で、35万なんだけども、速稼塾に入ってる方は2万9800円ですよってしてあるんですよ。この落差すごいでしょ。9割引きぐらいの価格。そうすると、速稼塾に入ってないけども私の相場解説をずっと見てくださった方っていうのは、これを機会に速稼塾入ろう、入った上で FX の基礎講座を買おうってことになるんですよ。そうすると最低でも合計いくらになるかなってことなんですよね。そうやって売り上げの目星がついて、で、買ってくれた人がね、これ例えばね、一人でしたってことになったら、販売をすいません取りやめましたってことも可能なんですよ。そうはならないから私販売するんですけどね。で、先行販売した時に一気に30人から40人の方がもうすでにご購入いただいて、で、入金も先にいただいたんで、皆さんからの入金を確認して、その後で商品を作るってことになりました。で、商品を作る前にも何人かの方に聞き取りしてね、どのぐらいのペースでいきましょうかとか、本当に基礎の基礎ですよってことも確認しながら、で、皆さんが満足度が高いものを
イメージしてこれだなと思った時に商品作り始めるんですよ。よくやっちゃうのがまずはね、商品を作ってからそして集客するってことなんですよ。商品作ってから集客すると、万が一自分の作った商品が集客されたお客さんとマッチしてない場合、無理やり売るか、それともね、売り逃してしまうかってことになります。よくある間違いなんですけども、まずは注文を取ること、まずはセールスなんですよ。商品作りはその買った人、先行で買った人の希望を聞きながら作っていくんですよ。そういうことをするってことは、まずは常にセールスしときゃいいんですよ。10月になったら、もう10月になった瞬間にね、ハロウィンセールですよ、先行販売ですよってやっといて、タイトルだけ決めて内容をおぼろげながらに、ワン、ツー、スリーで3つのコンテンツですよっていうふうにしといてね、そのタイトルと内容のおぼろげなところをもう打ち出していくわけですよ。そうすると、ライティング教室とか、YouTube 教室とかね、それから他にはね、資産構築セミナーとか言って、その3本でいきますよって言ったら、その3本に、フォーカスされた方が、じゃあ買いますってことになるんですね。その後で皆さんの困ったこととか、問題解決をコンテンツの中に入れて、商品ができましたっていうふうにやっておけば、満足度高いわけですよね。あらかじめ商品作っちゃダメなんですよ。失敗します、これは。そういうことをね、お伝えしたくて今お話したことと、あとは難しいことからねやっていくってことで、最短距離をして最速で行くことができると思います。まあ、またね、有料販売セミナーですよって言って誰も来なかった場合どうするんですかってことなんですよ。全然問題ないです。誰も来なかった場合は、あたかも会場が満員であるかのように演じながら動画を撮る時間にすればいいんですよ。そうしたら第1回目のセミナーの動画ってものが作れます。コンテンツが、そこに教育したいことは全部入れられるわけじゃないですか。で、次にまた同じねセミナーをするときには第2回ってやるんですよ。第2回は第1回のセミナーの内容も動画にして、それをプレゼントしますと、予約してくれたらこれをプレゼントしますよというふうにやると、第1回目に躊躇していた方が、あ、じゃあ第2回目は先行予約しよう、そしたら第1回目のコンテンツももらえるんだよねっていうふうになってきて、お得感を感じさせながらまんまと第2回をすることができるんですよね。そういうふうにしていくと、実はね、いつセールスしてもいいし、いつもセールスしなければならないってことになってきます。まあ、私の場合はね、運よくセミナーが空っぽになることはなくて、いつも20名から30名の方で一番最初から埋め尽くされていたんで、そういう不安はないんですけども、私も最初にセミナーやるときはね、いや、呼びかけた結果一人も来なかったらどうしようと思うわけですよ。一人も来なかったら、よし、動画を撮影する時間にしようって決めたんで行けたと。で、誰も来なくても、それは第1回第2回なんですよ。第10回目のセミナーで誰も来なかった、初めて誰も来なかったって言っても第10回なんですよ。11回目にはまんまと10回目のセミナーの内容をプレゼントしますっていう風にですね、コンテンツを無料で提供することもできます。もっと言ったらね、セミナーを10回やって1回たりとも1人も来なかった場合、11回目のセミナーでは1回目から10回目の全ての内容をあなたに無料プレゼントしますよと。だから11回目は予約してくださいみたいな感じでね、セールスもできるわけなんですよね。ということでございますね。まあ、何にしてもね、挑戦をしなければ、難しいところに挑戦をしなければ何も進まないです。もともと私たちは百発百中で物が当たるってことはないんですよ。なのにね、2、3回トライしただけで、2回目やって3回目やって全部スカでした、やった通りにやったけども、あ、言った通りにやったけどできませんでしたじゃないんですよ。私たちは百発百中ではないんで、それこそね、100回やって1個当たるかどうかなんですよ。100回やって1個も当たらなくても、まあ、それはもともと織り込み済みだよね、101回目やろうっていうふうに思えるかどうかなんですよね。でも100回セミナーを誰もいないところでやっても、100回分は絶対上達しますからね、必ず集客に近づくんですよ。そして販売完了に近づくんですよ。そういうことを考えると、まあ、やらずにはいられないんじゃないかなと思いますけどね。で、よくね、聞かれることに、久保さん、カメラ何使ってるんですかとかね、マイクはどういう風にしてるんですかって聞かれます。これね、これを聞く人って全くうまくいかないんですよ。まあ、いつも言うんですけども、手持ちのカードで勝負すればいいんですよ。特にビジネス系のセミナーっていうのは、ビジネス系のコンテンツっていうのは、言った内容が全てなんですよ。今私がこうやって話してますけども、これ画像がなくたって、画像が悪くたって、背景が何であれ、話す内容に意味があればそれは受け取ってもらえますし、この動画1万とか10万で売れるわけなんですよね。背景とか関係ないんですよ。むしろね、背景とか編集とか演出をしなければ売れないものっていうのはもう限界なんですよ。それはだから、プロダクトローンチとか広告用のこの動画っていうのは、まあ、薄ら寒いと私は感じるんですよね。内容が良ければ、真実がそこに含まれていれば、何でもいいわけですよ。誰が話してもいいんですよ。それこそ VTuber でもいいんですよね。ただ私はいろんなものを使うのは、まあ、めんどくさいし、それを使うコストとか時間を考えたら、一つでも多く視聴者さんとか熟成さんに意味のあるものをお届けする時間に変えた方がいいなと思いますから、無理な演出は入れてないんですよ。全く入れてないです。商品だって同じです。商品だって無料ツールばっかりですからね。無料のジンドゥっていうサイトで無料で作って、で、無料のバンディーカムとかね、画面キャプチャーソフトでコンテンツ作って、無料の Google スプレッドシートで全てフォームを作って、全部無料のものでやるんですよ。なんでこれをするかっていうと、私が無料のものだけ使って売り上げを上げると、私みたいになりたい人が全て無料でできますよっていうような指導ができるんですよね。
このツール、このソフトを買わないとダメですよってなった瞬間に、お金がないからできませんっていう問題が起きてきたり、買うのにちょっと躊躇したりね、どれを買おうかなって選ぶような迷いが生じるんですよ。私の場合は誰でも知ってるような有名な無料のソフトしか使ってないんですよ。だから再現性はそういう意味では高いですよね。だからあとはね、手持ちのカードはもうこれで揃いました。私とこの動画を見てる方、手持ちのカード全部一緒です。全部ですよ。あとは違うものといえば、私はあなたではないってことなんですよ。だから私が代わりにやってあげることはできません。私はどうやればいいかってことを伝えるだけで、実際にやるのはあなたですよってことなんですよ。これ朝の動画でも撮りましたけども、作業したらお金になる方法っていっぱいあるんですよ。それを教えることはできます。教えることはできるんですけども、私ができるのはそこまでなんですよ。教えた内容をやるのはあなたですよってことなんですよね。遊戯王転売のカードがいっぱい家に届けられても、やる気がなければそれは在庫、不良在庫として寝るだけ。でも遊戯王転売でものすごくね、やる気がある人にカードを1枚でも届けたら、よっしゃ金の種だってなるんですよ。お金の種ですよ。そういう風になるんですよね。ということでね、いろいろと申し上げましたけども、最後にまとめるとすればね、こういう言葉です。行動が最大の準備ですね。だから今準備してますって言い訳は聞きたくないと。行動が最大の準備、そしてね、唯一の準備なんですよ。やることが準備なんですよ。だから行動することと準備っていうのはイコールですから、行動せずに準備っていうのはそれは準備ではないんですよね。何もしてない休憩なんですよ。もしくは停滞であり終わり、もうねデッドエンド、地獄行きなんですよ。だからやったつもり、やるつもり、明日やろうはバカ野郎ということでね、今回の動画を終わらせていただきます。やってますか？できてますか？進んでますか？